それではまず会社名お名前からお願いしますえっとガンプの加藤と申しますよろしくお願いします、はい、加藤さんよろしくお願いしますえー、それではまずこちらのネバーサマーというブランドのご説明からお願いしますはいえっ、ー、と来期でえっ、ー、とアメリカで28年目になるえっ、ー、とファクトリーブランドのネバーサマーなんですけどえっ、ー、と本当に 自社工場で作られているので、とても職人的な板なんですけども、えっと形状がすべてロックアンドキャンバーというあの特殊形状になってます。簡単に言うとあのダブルキャンバーなんですけど、えっともう昔からやってるんですけど、もう本当最終的なダブルキャンバーの形なのかなっていうふうにははい自負しております。はい、えー、よくあるダブルキャンバーと何か違う点あるんですか。 はいえー、とダブルキャンバーで言うと今で言うとグラトリっの、えー、と乗り方がメインだと思うんですけども、えー、ともとこの自社工場がコロラドにあるのでコロラドの山はあのすごい大きな山でアイシーなバーンが多くてその上にパウダーが積もるっていう地形が多いのでそういうところですべてで遊べるっていうオールマウンテンの板を目指しているので、まあ、そういう、はい、遊び方ができる板ですね。はい じゃ、結構1本でどんなコンディションでも滑れるようなものがそう,、ね、そうですね。はい、あのー、結構 ic なところ。でもがっちりカービングが切れるようなダブルキャンバーなのではい。使えると思います。はい えー、中でも今1本用意していただいてんですけどこちらはどういった板なんでしょうか、はい、今回一応ニューモデルとして出てるんですけど、えー、と今までウエストというあのモデルがあってそれをえっとフルモデルチェンジしたのがこのウエストバウンドなんですけど、えー、とディレクショナルの板になりますね。はいでえー、と <coughs> 形状がもう きつめのキャンバーが入ってる、えっと、ダブルキャンバー、ロックアンドキャンバーになって、えー、と新しく入った機能としてこういうカーボンのストラップじゃなくてカーボンのシートでみ編みの形状で入ってますで。こちらがレディースのウエストになるんですけどこっちの方が分かりやすいですけどこういうみ編みの、はい、こういうカーボンのシートが入ってます。今まであの、えーっと <coughs> シートでこういうストラップで入っていたのが面で入るようになったのであのパワーを全体的に伝えるようになりました、はい、あと変更点でいうと1センチのテーパーが入って、はい、カービングとかフローテーションが良くなったと思いますじゃあこれはパウダーでも全然いけるようなう、ね、パウダーでも、はい、ガンガン突っ込んでいても大丈夫だと思います、はいえー、ご紹介ありがとうございますありがとうございます